いや、痛い連敗を喫してしまったので、まあ、非常に明るい雰囲気に包まれているとは言い切れませんけれども、まあ、でも2連休明けた後に集まった選手たちの顔はしっかり上がってましたし、厳しいトレーニングを、ここ、まあ、3日間やってきてますけれども、非常にこう前向きに、真摯に取り組んでくれている姿勢は今までと何ら変わりはないので、ここからしっかりとまた戦ってくれるというふうには、僕の目から見て取れます。なおもちろんやっぱりそれはアドバンテージにしたいですし、アウェイに苦しんでいる分をしっかりとホームで取り戻すと、まあ、もちろんそこには大勢のサポーターの力もね、借りながらというところは選手も私自身も持っているので、ぜひそういうような空気にして思い切ってホームゲームを戦いたいと思います。やはりゲームの入りで我々が難しくしてしまった部分があって、まあどうしても先にスコアを動かされてというようなところがルヴァンも含めてありました。で、まあ先日の締め戦に関して言えば、逆に我々が、しっかりと、まあ、細工を仕掛けた、ね、セットプレーでスコアを浮かせましたけれども、やはりその後またすぐバタついてしまったので、どうしてもそういうところで、後手を踏んでしまっているというのは、まあ、否めません。まあ、でも締め戦で先に取れたというものを、ポジティブな要素として考えることができれば、まあ、いくらかは修正ができたものがあるというふうに思いますので、決してこう悲観することなく、しっかりと前向いて進んでいきたいと思います。まあ単純なミスをなくすということは、今一度、選手も伝えてますし、トレーニングの中でも、そういうものを、まあ、ベーシックなところで、また落とし込んでいるものはあります。もう本当に単純作業のところで、やられているものが多いので、そういう原理原則っていうものをもう一度しっかりと見直すというところが非常に大事かなと思います。いや、もちろんそれはいつどこで、どのタイミングで寄せるのかっていうのがあるので、何でもかんでもボールを取りに行ってその背中を使われてしまってはやっぱり意味がないと思います。特に次の名古屋さんはそういうのが非常に長けてるチームなので、そこはしっかりと、グループで集団でしっかりとスライドしてボールを奪いに行く準備をしなければいけないと思います。まあそうは言っても、ある程度じゃあ仮にサイドをで、まあ、フリーの人間がいたとしても、その分絶対的に中では人は足りてますから、そういうところで中央ではもう確実に、相手の、まあ、近くにいる、あるいはボールに触らせない、そういったところはやはり、今一番の課題として、うん、修正しなければいけない部分なのかなと思っています。いや、今は正直攻撃のところでのトレーニングというのはあまり詰めてないので、うん、まあ言ったら今までの遺産というか、しっかりと我々が、まあ、システムがどうであれ我々がしっかりと立ち位置を取って相手を見て動かすといったところを、まあ、今もしっかりとやれているということの方が大きいのかなと思っています。今何か取り立てて新しいことをやっているつもりはありませんし、まあ、逆に言うとそれは我々が今まで積み上げてきた部分で、しっかりと、まあ、表現できているというふうには、捉えることができると思います。いや、 やはり、個人の能力がまず高い、しっかりとボールをスピーディーに動かすことができて相手の穴を、まあ、ついてくるというものが長けているチームだと思います。まあ、ジョー選手がね、今怪我でというところで一つこう攻撃のアクセントが変わる部分はあると思いますけれども、それ以外のこの強い選手もたくさんいますから、まずやはりそういった強力な攻撃陣というものが彼らの大きな武器なのかなと思います。いや、許される順位ではないと思いますし、やはり、13試合も戦ってここにいるというものは、本当に不本意です。はい、ではもう目の前のゲームに向けてしっかりと準備をして、勝ちに行く姿勢というものは、これまでの13試合と何ら変わることはないと思います。もちろんこれまでの、結果というものは踏まえなければいけないかもしれませんけれども、しっかりと目の前のゲームというものにしっかりフォーカスして、全身全力をかけて戦っていきたいと思います。